Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Fort Worth military base in Texas, USA. It is widely said that UFOs attacked space facilities at Fort Worth in Texas, USA in the evening on May the 11th or 12th, 2011. Why was it attacked? Why was it attacked by UFOs on that evening? Some people claim that the incident is closely connected with the Vimana-shaped UFO found in Afghanistan shortly before the attack. Here is my report on the very mysterious incident occurred at Fort Worth, Texas, USA in 2011. 2011年の5月11日もしくは12日の日没後アメリカ軍の中でも最重要基地の一つであるテキサスのフォートバース基地が UFO に攻撃されましたフォートバース基地というのはアメリカ軍の中でも宇宙軍の司令部がある基地としてよく知られていますその攻撃により500人前後の兵士が亡くなったとも言われていますその信憑性はともかくもこの事件は 実に不可解な事件です。その夜、フォートワース基地は30分前後、謎の開口に包まれます。音もなく、またそれに気づいた人もほとんどいなかったようです。事件前後の写真を比べても、そうした攻撃の痕跡は全く見られません。で、それについての動画を発表した後、そのフォートワース基地から1マイルのところに住む視聴者から連絡が入りました。 何でもその人自身も気づかなかったそうです。が、事件は確かにありました。その様子を動画に収めていた人がいたのです。で、その動画をご覧いただいてますが、その事件の直後、アメリカ政府は次のような公式発表をしています。開口現象は、雷に打たれ、基地の変圧器、トランスフォーマーが故障したために起きたものであると。が、この説明をに納得する人はいません。 近くに雷雲があったことは事実ですが動画を見る限り稲妻は時々光る程度ですそれに雷によるものならこうまで繰り返し開口現象が起こるはずはありませんすぐに停電ということになってしまうはずですともあれその事件はありましたアメリカ政府がこうした公式発表をしていることがその証拠ですさらに興味深いことにプーチン大統領が 当時は首相ですがその1週間後こんな声明を出していますこの1週間前後にアメリカ軍の基地がエイリアンに攻撃されたようだとその記録も残っていますで問題は誰がどうしてということになります当日の動画の中には確かに数機の UFO が映っていましたまたその UFO が、U、フォートバース基地を攻撃したという説の根拠にもなっています で、私の方で検証してみたところその UFO はかつてエリア51で働いていたことのあるチャールズ・ホール氏が目撃したいわゆるトール・ワイトと呼ばれるエイリアンが使っているスカウトシップ型 UFO と形が酷似していましたトール・ワイトはカナダの前国防大臣の議会証言によればエリア51でアメリカ軍と一緒に仕事をしているそうです現在の今も一緒に仕事をしているそうです となると、ここで大きな矛盾が生じてきます。トール・ワイトは一方でアメリカ軍に協力しながら他方でフォートワース基地を攻撃して、していたということになります。トール・ワイトがフォートワース基地を攻撃するはずはないということになります。となると、誰が何のためにフォートワース基地を破壊したのか、ある攻撃したのか。その理由の一つとして多くの研究家が挙げているのがアフガニスタンで見つかったビマナ型の UFO、つまり エイリアンのクラフトですそのクラフトをエイリアンとの約束を破り、アメリカ軍がフォートワークス基地に持ち帰ってしまったというのです。裏付けは取れていませんが、そうした証言がいくつか私のところに届いています。それに、まあ怒,ったですね、怒ったエイリアンがフォートワークス基地を攻撃したというのです。ビマーナ型 UFO といえばラム族、つまりレプタリアン族のエイリアン、まあですね、エイリアンの乗り物です。日本のエイリアンの乗り物です。 縄文土偶を伏せたような形をした乗り物ですあるいは縄文土偶はビマーナ型 UFO そのものであったかもしれません火炎土器と言われている土器が特にそうです火炎土器にはその名の通り火炎を思わせる飾りがついていますがそれはともかく今のところこの説明にはここにも言いましたように裏付けは取れていませんがその可能性は十分考えられます レプタリアンが理由はともかくもフォートワース基地を攻撃していた。つまりその夜、フォートワース基地の上空に現れた UFO は、フォートワース基地を攻撃していたのではなく、そうしたレプタリアンによるフォートワース基地の攻撃を偵察、もしくは攻撃そのものを阻止しようとしていたということになります。この動画の中でそれを、まあ、裏付ける証拠を挙げながら、と言いますか、状況証拠になりますが、それを挙げながら、 皆さんと一緒にそれを考えてみたいと思います。動画の説明をします。これがですね、アメリカ軍の中でも最重要軍事基地の一つであるフォートバース基地です。まあ、ここにですね、宇宙軍の総司令部があることでも知られています。そのフォートバース基地がですね、2011年の5月11日か12日、 11日と書いてあるのもありますし、また別の、まあ、記事によればですね、その週に出された新聞によれば12日、火曜日の夜とありますから、火曜日で調べますと12日ということになります。ともかくもこのような開口現象が起きました。今、丸の中に UFO が映っています。で、これに対して、まあ、アメリカ政府はですね、 えー、雷による変圧器の故障、あるいは雷に撃たれたためにでよりですね、変圧器が故障して、このような開口現象が起きたと説明しています、まあ。そうした声明を出していること自体がですね、こうした開口現象が本当にあったということになります。で、この開口現象が本当に変圧器によるものなのかどうかですけどもね、えー、変圧器によるものであるならば、即その周辺が全て停電ということになるのではないでしょうか。 あるいは電気が切れてますから、次の変圧器に、まあ、そのこうした開光現象が起きるということはありえないわけですね。電気を止めてしまいますから、ね、まあ、パッと映ったのが雷の光や雷光だと思われます。まあ、そういった中でこういった開光現象が起きたわけですね。 でこれが CG によるものではない、つまり、えー、光を後からつけたものでないということはです、ね、この光ることによって、その周辺のがです、ね、明るく照らし出されるということです。で近くのビルも中深く見ていただくとわかりますが、その反射光が映るんですね。 今、パカパカッとこう5つか6つ並んでいるところにあの開口が出ましたね。まあ、というふうに考えていきますと、これは CG でもない、またカメラリーによってですね変圧器が故障して起きた開口現象でもないということになります。開口現象はありましたね。そして、こうした開口がまあ断続的にいいます30分近くも続いたと言いますからね。 そして、まあ、空には UFO が現れて、この UFO が現れている,いるところからですね、UFO による攻撃施設が生まれたと思われます。で、この一つの UFO に着目というか注目しています。まあ、この UFO ですね。で、飛行機であるならば、いわゆる、まあ、ライトがつくはずですよね。赤と青のライトがあ,るありますけど、そういったものは見られません。 でこれをですね、えー、スカウトシップと言われている UV4 と比較してみます、えー。チャールズ・ホールっていう方がですね、エリア51で、まあ、トール・ワイトと一緒に仕事をしていました。でその時にスカウトシップを目撃しますで。そのチャールズ・ホール氏の証言に基づいて、まああの、こうしたスカウトシップの絵が描かれました。その、まあ、スカウトシップの形と比べてみますと、 まあどこかよく似てると言いますか、漢字がよく似てるということになります。で、チャールズ・ホール氏の暴露証言と言いますかね、えー、彼は退役後20年ぐらいしてからこの本を書き上げるわけですけども、その本を要約したのがこの原稿ということになります。かなりの量ですけども、全文翻訳してみました。で、その中に、えー、まあ、今言いましたスカウトシップが、あの絵が載っていました。 で、これは、あのー、大変興味深い資料です、えー。で、そのスカウトシップがですね、えー、大きさは結構大きいんですよね。あの、バスぐらいの大きさがあるということだそうですから、私たちが知っているバスぐらいの大きさだということです。えー、これがその絵なんですね。で、まあ、スカウトシップというふうに呼ばれています。まあ、トール・ワイトのスカウトシップということになります。 このスカウトシップと、先ほど言いましたフォートワースの上空に現れた u f o が、私は形がよく似ているというふうに判断しています。まあ。ということですね。で、まあそのチャールズ・ホール氏の証言を捉えて、カナダの前国防大臣のホンポール・ヘイデア氏が議会で証言しています。 まあ、そういった意味でも信憑性は高いというふうに判断してよいのではないでしょうか。で、これがスカウトシップです。高速以上の高速、まあ高速以上でね、宇宙を航行することができるそうです。そして左がフォートバースで現れた UFO の拡大写真です。そして右がチャールズ・ホーシの証言に基づいて描かれたスカウトシ,シップの絵です。で、同じような UFO がですね、カリフォルニアの クレアモントの上空に現れていましたこれは Google Earth が偶然捉えた写真の中にあったわけですね。これがクレアモントです。クレアモントの上空、クレアモントをです、ね、あの Google Earth で調べて、そしてタイムマシンで過去へ順にあのめくっていってくだされば、この写真を拾うことができます。これは球体で、それであの太陽の光線。 の方向と比べてですね、両面が光っているということですね。そしてややぼんやりしている。まあ、理由はわかりませんけども、あなんとなくこうぼんやりした形をしているというのが特徴ですね。で、紐があることから風船だという人もいますけども、この紐は途中で切れていますね。それに、あのー、この写真そのものが衛星から撮られていますからね。 ですからあの、例えば、下を走る自動車は、このぼや,ぼ,やけぼやけていないんだけども、この UFO はぼやけているというところにも注意してください。つまりです、ね、衛星から見れば、地上,の、まあ、地上のもです、ね、このいわゆるまあ風船が飛んでいるといわれる風船だということであるならばね、飛んでいる高さもエラーの範囲、つまり同じ距離だと見ますと、巨大な風船ということになってしまいますね。つまり、あ、これは風船ではありません。 まあ、こうしたあの写真がですね、偶然 Google Earth の中に映り込んでいたということになります。ですからまあ、家よりも大きいということになりますよね。少なくともね、あの、衛星から撮っているってところに注意してくださいよ。衛星から見ればですね、地上500メートルも地上0メートルも同じ距離と考えるわけです。 Former Prime Minister of Defence Force of Canada, Mr. Han Paul Heller stated at the Congress that UFOs are uh, as as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said. At least two of them are probably working with the US government. I believe other species that I learned about were long ago called Tall White. This is a story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and uh, I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and um, at least two of them probably working with the United States government. I, the seventh, the other species that I learned about uh, not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one. で、なぜあのフォートバースが攻撃されたかについてですね、いろいろな、まあ、説が語られています。 まあ下はですね、たまたま福島のあの大震災の直後に撮られた海溝現象です。福島の方の海溝と大変色も形もよく似ていますが、これは変電所の故障だというふうに言われています。しかも福島の場合は1回だけですね。で、これがフォートワースですけども、繰り返しになりますけども、この UFO を拡大してみます。これがその写真です。 でこの、まあ、理由について、ですね、まああのまあ、信憑性といいますか、裏が取れないというのは、やっぱり検証できでき私の立場では検証できませんが、いわゆるあのアフガニスタンで、ですねビマーナ型の UFO が見つかるんですね。でそれをですね、まあ、アメリカ軍があのフォートバス基地に持ち帰ってしまったというわけです。それに、まあ、怒ったエイリア側がですね攻撃を仕掛けたと、一説によると、500人が死んでいるそうです。 で、もう一つは福島の海溝現象と比べていただきますと、大変よく似ていると言いますか、で、福島の場合も、まあ、これはプラズマが、と言いますか、変圧器が故障して、このような光を出したと言われています。ですから、そのタイプの,、まあ、あの光であったということですよね。わかりやすければ。で、左が、えー、フォートワース上空の UFO、右が先ほど紹介しましたスカウトシップの、まあ、証言に基づく絵ということになります。 となると、まあ、ここで矛盾が生じるわけですね。まあ、ホンポール・ヘイリア氏の証言によれば、トール・ワイトはアメリカ軍と一緒に仕事をしている。しかし、その近くのフォートワス基地がエエ、エイリアンたちに攻撃された。となりますと、やっぱりビマーナ型の UFO を発掘したアメリカ軍をですね、そのビマーナ型 UFO を持つ、いわゆるまあ一方のエイリアン側に攻撃されたというふうに考えてもおかしくないわけですね。 でそれに対して、えーまあ、トール・ワイトがですね、えー、スカウトシップで、ですね、そしてその、いわゆる攻撃するエイリアンと、別のエイリアンですね、一派と、そして、えー、アメリカ軍の間に割って入ったというふうに考えるというのは、まあ、ごく自然な流れではないかと私は考えています。繰り返しになりますけども、ここに500人前後が亡くなって、まああの、アメリカにとってはですね、 えー、水爆、原爆問題と UFO 問題というのは、最高機密の、まあ、なってますか情報ですからね、そのような、まあ、情報統制がなさ感染がなされているということですね。で、これが、まあ、その記事を訳してみたんですけども、えーまあ、テクノロジーを使われたくない、えー、エイリアン側ですね、フォートワースを攻撃したということです。 でこの,があの動画もまた奇妙な動き方をするんですね。もともとの動画はですね、一度削除されてしまうんですね。しかし、まあ、それをダウンロードしてアッ,プしたのアップした方がまた別にいらっしゃいましてね、現在でもその動画を見ることができます。で30分も続いたということです。UFO が数機ホバリングしていると。で結論ということになりますけども、ビ、え、マーン型の UFO を アメリカ軍が発見したそして、のの見つかったときにです、ね、私も記憶にはあるんですけども、えー、国際的な会議がこのアフガニスタンでなされたという話も聞いています。日時場所はあの探していましたけども、見つかりませんでした。でこれがまあトール・バイトのスカウトシップであるということになります。UNEXPLAINED m y s t e r i e s Website writes about the Virginia UFO incident as follows. In Virginia, Brazil in 1996, it is reported that a number of living aliens were captured following a UFO crash. Local residents claim that the aliens roamed the streets of the town in the early hours of the day of January the 20th. a number of which got rounded up and escorted away safely by the armed forces. Aided by local firemen. Rumors suggest not all the aliens got captured and some escaped to the nearby jungle. Reports suggest a total sum of eight aliens one dead, two injured, one later dead, five unhurt, and living unknown, not captured. A number of separate encounters through the day got reported in the Brazilian place, and there are currently 100 to 200 eyewitnesses still living in Virginia. Most of the reports claimed sightings of an alien with a large head and very thin body, with V shaped feet, brown skin, and large red eyes. 1996年の1月にブラジルのバルジニアに UFO が墜落しました報告をまとめると合計8人のエイリアンが乗っていたと推定されます1人が死に2人がけがをし後にさらに1人が死に5人が無償で生きているか現在捉えられたと考えられています多くの目撃証人が別々にいて現在100人から200人の人たちがまだ生きているということだそうです なお死んだり怪我をしたり、捕らえられたエイリアンは消防隊と軍によりどこかへ連れて行かれ、さらに数日後アメリカの NASA が英語を話す弁護士と共にやってきて、皆連れ去ったということです。さらにブラジルの若い兵士が毒殺されたらしいということもわかっています。この事件については多くのレポートが出されていますので、ここでは簡単に紹介し、この事件を別の角度から眺めてみたいと思います。興味のある方は、バルジニア、 UFO 墜落事件で検索をかけてみてみください。で、別の角度つまり一般にグレーと呼ばれる頭が異様に大きく体が細い身長が90から120センチ前後の小型のエイリアンですがそのグレーはどうやら大変冷血なエイリアンのようです冷血という言い方には語弊があるかもしれませんが言い換えると人間的な感情や心の豊かさに乏しいエイリアンということになります この事件の中でも若い兵士を毒殺しています。映画、ミシとの遭遇で表現されているような、どこか子供らしい楽しさと、どこか可愛らしさを持ったエイディアンでないことだけは、どうも事実のようです。根拠はありませんが、バルジニア UFO 墜落事件を調べているうちに、私はそういう印象を持つようになりました。広瀬林、浜松市、松マシティ、ジャパン。 それでは皆さんをブラジルのバルジニアに案内します1996年にここで UFO の通落事件が起きましたこの事件の特徴はいくつかありますまず第一に目撃者が大変多いということ二つ目にエイリアンが生け捕りにされたということそして三番目に生き残ったエイリアンがですねその,その後このバルジニアの街の中をですねロームすなわちうろ,うろついてですね 1>, 1週間前後にわたって街中が大騒動になったということなんですね。で、これが多分、まあ、その時に死んだエイリアンの映像ということになるのではないでしょうか。で、事件のあらましもう一度繰り返してみますと、1996年の1月20日にバルジニアで UFO が墜落したと。その様子は、まあ、多,くの方多くの人に目撃されていると。で、計8体のエイリアンがいたと思われると。で 2体は死んで、1体は怪我をして、まあ、そして残った、えー、エイリアンは無償で、まあ、いたというわけですね。で、まあ、その時の様子を表したこのドキュメンタリー番組がこの番組ということになります。で、この、まあ、なんていますか、チュラーキーパ行ったら、消防隊員がですね、大変奇妙な生き物を見たと。 まあそのように表現してますね。ストレンジクイーチャーね、ーャーねそのように対応。で、まあここで子供、まあ町の中でね、そのエリアが見のこったエイリアエリアンがですね、まああのうろた、うろついたというわけですね。ですから、街中の人たちがそのエイリアンを見ているわけです、ね。で、この人たちもエイリアンを見たということで、その高さ、これぐらいでこれぐらいだったということを今説明しているんじゃないかと思います。 で、もう一つこの,この事件で奇妙なところはですね、そのエイリアンを運んだ兵士がいるんですね、この若い方なんですけども、その兵士がですね、その2、3日後に死んでしまったと。で,それで、血液の中を調べてみたら、未知のやる物が見つかったと。そして、まあ、その,この亡くなった兵士はですね、即埋葬されてしまっただ。そして、まあ、家族の人がですね、そんなはずはないんだと元気だったんだで何も間違ったことはないはずだということを主張なさっておら ですねまあ、こうした一連の事件を指して、えー、バルジニア UFO 墜落事件と言いますけれども、まあ、UFO 研究家の方によれば、ですねこの事件は単なる UFO 墜落事件ではなくて、大変重大な意味を持つ、えー、事件であるというふうに、えー、主張になっておられます。 で、ここに出てきますね。これあ血液の鑑定書もこうして証拠として出されているわけですけども、その中には毒物とあ言葉も出てきます。で、もう一つ奇妙な点はですね、そのまあ、この事件があって2、3日後にですね、NASA から英語を話す弁護士と共に書類が出てきてですね、弁護士は英語を話す弁護士だったっていくに、まあ、ありますけどもそしてその遺体とエイリアンをまあ この貨物機に乗せてて去っていたと、その貨物機には一切の識別番号はなかったということなんですね。ですから、どこ行ったかわからないってわけですで。これが昨日作りました動画の中で、まあ、紹介したですね、えー、このエイリアンがですね、あのいわゆる、まあ、ドゥルース基地で、えー、隠し撮りされたエイリアンと大変よく似ているということで、まああの ここでちょっと比較しています。まあ、これは昨日作った動画ですけども、えー、ドゥルースの、まあ、グレーということになるんでしょうかね。で、これがまあ、インチキか本物かということなんですけども、まあ、昨日作ってね、そしてこの動画作りまして、最後にアンケート用紙を入れておきました。そしたらまあ、あ全体としてみるとね、80から90%の人がほぼ本物であるというような判断をあしてくださいました。まあ、あのー、 まあ、あのその、いわゆる、まあ、エイリアンとの取り決めでね、あの、隠し蔵というか写真を撮らないということを人間側が約,し約束したんですけども、それを破ってですね、まあ、写真を撮ったものですから、それを知ったエイリアン側がですね、条約を、まあ、リバイズとしたと、まあ、改正したというふうになりますけども、破棄したとも取れるわけですね。そうした事件なんですけども、その、まあ、動画がですね、まあ、リークされているということなんですけどもね、で、 今ご覧いただいているのがその動画ということになります。この中に出てくるグ、まあ、レーのエイディアンと、それからバルジネリで捕獲されたエイディアンの、まあ、あ死体ですかね、死体と大変よく似ていると、まあ。そういうふうに感じましたので、この後、まあ、比較していますけども、これが、まあ、あのドゥルースっていうんですけどね、向こうの読み方、英語で式の読みはドゥルースですけどもね、基地にいたで隠し撮りされたエイディアンということになっています。 でまあ、少し怖い顔じゃないのかなと思いますが、ちょっと目の部分を明るくしていましたけれども、まあ、一見、ね、小さいですから、から子供のようだから、どこかに可愛らしさがあるのかなと思って一生懸命見るんですけども、そういった可愛らしさは全然ないですね、皆さん。どうですか、えーまあ、続く動画の中で、このグレーがですね大変まあ冷血っと言いますか、あの人間に対して、ね、警告文。えー コンドゥイトゥイスクロインというね、つながりは、閉じられつつだなんていうタイプのエリアンですからね。もう少しこうなってますかね。私たち人間の立場から言うと、暖かくてもいいんじゃないのかなと思うんですけどもね。そういったその、はい、遊び心的な遊びゆとりというのは全然感じられませんね。で、今こう比較していますけども、左が1961年のドゥルースの拡充されたエリアン、右の方が1996年、ね、バルジニアで。 まあ、死体となって出てきたエイリアンですけども、違いがないという意味でね、まあ、この両者は私は同じじゃないかなと思います。ただ、鼻の太さがちょっと違うかなという感じがしますけどもね、それを除けば、あとまあ、違いはないという意味でね、違いを見つけることができないという意味で、同じではないのかなと思いますが、皆さんの判断はどうでしょうか。まあ、間にね、35年という年月がありますからね。まあ、要するにこうしたグレーの、グレータイプのエイリアンが、地上に現れている、地球上に現れているということですよね。 で、似ている、これ似ているエイリアンがもう一人で、まあ2人いるんですけど、一人は、これ私があのフェルムパンで発見した、あの、エイリアンの顔なんですけどもね、やっぱりこれ似ているような感じがしますね。ただ頭小さいかなと思います。と同時に、これはハンプシャー、UK のハンプシャーでクロップサークルにとして書かれたエイリアンですけども、やはり似ているのかなと思いますね。このハンプシャーで出られたあの、エイリアンはですね、あの、横線だけで、いわゆるテレビの 操作線と同じような方式で書かれているんですね。だから特殊な方法で書かれたエイリアンなんですよ。で、目の吊り上がり方も大変よく似てるし、ただ頭はちょっとね、右の方は小さいからどうかなっていう部分もありますけども、まあ、目の周りがね、黒いところなんかそっくりじゃないのかなと思いますね。えー、何かこう黒い色ーってるのかなっていう感じもしないでもないですけども、で、目の感じも大変よく似てると。ですから、まあ、これはグレーじゃない、グレーじゃないって と否定することの方が難しいいいんじゃななのかとと思ううう意味でねグレーふ顔を見て優しい、優しさがある顔には見えませんね。大変厳しいと言いますか。頭の切れる、えーまあ、エイリアンという感じはしますけどもね。皆さんどうでしょうか。あ,あまり優しさを感じませんね。という意味でタイトルを冷血という言葉を使いましたけども、それほど間違ってないんじゃないか。 と2001年にメディアがしているときに、それはもう一度、私たちの声を聞いています。 Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground, it looked like a tangled mess, wisps of crops spread around in no system. However, in the evening, with growing shadows, a picture appeared. Unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. Three days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon, an astonishing similarity is discovered. In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained some fundamental differences. Sagan's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, humans' height and quantity, and that we live on the third planet in our solar system, and lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, are approximately four feet tall, inhabit the third, fourth, and fifth planets in their solar system, and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. 1 year earlier a strange crop circle had appeared in the same place is this the same illustration as in the sender's code is this the correspondence radio telescope if this is not an extremely clever and well calculated joke conducted by humans is it a serious response from an alien civilization the Chilbolton crop formations really give new life to the speculations of who is behind this. Is it aliens? Where do they come from, and what is their purpose of this type of communication? The following year, very nearly on the same day, a new picture appears that gives new force to the alien theory. This time in Crabwood, near the town of Winchester in Hampshire. Once again, we see a face. But this time there is an unmistakable resemblance to something extraterrestrial. The picture also contains a print, somewhat similar to that of a CD, with something that appears to be a coded message. This formation also has a new type of design, this time with horizontal line patterns of variable thickness, similar to that of a TV picture. The message on the disc is similar to a spiral band built up of many boxes. But data expert Paul Vigay manages to decipher the message. And I had to enlarge the, the, the disk quite substantially on the computer and run some image analysis over it to make it clear so that I could see what was a standing tuft and what was flattened. And while I was doing this, I noticed that every so often um, there was almost a mistake in the diagram. It was, it was like there was a tuft, a weather little square of tuft. It had done sort of half size. I thought, oh, that's a bit odd, it was, and, it, and it seemed fairly regular. I was going round, and I sort of counted up, and it, it was sort of literally every sort of eight bytes or sort whatever, of, and I thought, oh, eight bytes, and, you know, from computer side, um, it's obviously some sort of binary code. Um, so then I you know, did the straightforward thing, and I just converted it into ASCII, uh, which is the standard sort of you know, computer language that you encode the alphabet in. Um, and of course I then started to get words for me you know, and I thought, ah, oh, you know, getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot um, and, and got this message. The message is in English and reads as follows. Be aware with the bearers of the false presence and broken promises. Much pain, but is still... Time. Believe there is still good out there. We oppose, deceive, and the conduit is closing. まあ、エイリアン化はか必るですね、警告文というふうに捉えるのが良いのではないかと思います。偽の存在ということは、まあ、作られたいわゆる虚構の存在だということに人間が気がつきなさいと。そういうことなんですね。痛みがあるだろうけども、まだ時間が、時間は残されているというふうに解釈できます。で、 我々はまだそこに善があることを信じる、あるいはそこに善があることを信じろと解釈できます。まあ、こうした何て言いますか？抗議文と言いますか？警告文がクロップサークルを通して伝えられたということになるのではないでしょうか？ 確定的なことは言えませんけども、1961年に撮られた写真、フィルムということになります。で別の情報数字って言いますかあのによればですね、ト、えー、ゥルース基地で撮られた写真、フィルムであるということになっています。えー、先ほどの写真といいますか、動画よりはやや あの不鮮明かと思われます。まあ、こうした動画はですね、えー、コピー、またコピーされているものと思われます。で、これがあの、まあ、この動画サイトのいわゆるオリジナルの動画ということになります。で、微妙な目の上の筋肉の動きですね。 でまあ、これは1961年のに隠し撮られた、まあ、フィルムであるとするならば、当時ですね、8ミリカメラがやっとできたかできなかったか、あるいは日本で、えー、発売になったかどうかというような時期ですからねあの、カメラがなかったわけではありませんけれども、まあ、こうした映像が撮られたということですね。 で同時にこんな写真もリークされているわけですね。これがずいぶん長い間ですね、偽物か本物かということで、えー、議論されてきましたけども、今見ていただいた動画,の動画に出てくる、まあ、グレー型エイディアン、まあ、らしきといったら正確なんでしょうか、比べてみますと大変よく似ていると。ただ、顔の幅が、ね、あの違うといいますか。 写真を撮る角度が違っているのかなというふうにも感じられますけども要するに両方とも偽物か両方とも本物かというまあここまで来ますとね二者択一の問題になるのではないかと思われますで皆さんの判断でですね前々後でこの動画を紹介しましたけども約90%の方がですね まあどちらとも分からないか本物であるというふうに投票してくださいました。まあ、偽物であるという意見も数パーセントですけどもありました。で皆さんの判断はいかがということになるわけですけども今ちょっとあの横縮めをしてみました、左の写真をですね、そうしますと全く同じようになるということです。でもう一度検証していますね。でドゥルース基地 私が調べた範囲ではここにあると。一見すると炭鉱のように見えますけども、これがドゥルース基地であると。まあ、炭鉱にカムフラージュしているとも考えられるわけです。で、全体に7層になったあ基地であるということなんですね。まあ、こうしたドゥルースベースであの調べますと、こうした写真が出てくるわけです。それで、その中にまあこうした写真も混ざって出てくるわけですね。 とと、なりますとこの写真は,やはり、まあ、この KGB からこの動画が出ているというふうにああの、まあ、言われていますけれども、それはあの確認のしようがありません。まあ、要するにこの、この動画がです、ね、ドゥルースから出たのであれば、先ほどのカラーのです、ね、スチール写真もドゥルースから出たというふうに考えられるわけです。で前々回見いましたけど、この目の上の眉毛、ね、それからまばたきの仕方。 などが、まあ、例えば1961年のね、またコンピューターの全くなかった時代ですよね。に、こうしたものが果たして制作可能であったかというでも一つのポイントじゃないかと思いますで。首が細いですね。で、体も小柄で小さいと思われます。まば、あ、たきに注意していただきたいんですけども、はっきりしませんけども、 まあ両目ですね、別々にまばたきしているようにも見えます。あるいは同時かもしれません。で、まあ、同時にまばたきしたり、別々にまばたきしているという感じがしますね。まあ、人間でもそれできなくはありませんけども、このあたり、まあ、ほらね、ね 交互にこうなってますか、まばたきしたという感じが今しました。そんな点もこの動画を見るときの一つのポイントではないかと思われます。で目のあたりがよくわからないんですね。今一つと言いますかく、まあ、暗い影に隠れてしまうという感じです。そして 額の筋肉が微妙に連動して動いているという感じがしますね。でこれは全身像ということになるわけですけども、まあ、向かって左側の目だけが瞬きしましたね。でこれは目眼球だと思われますけど、はっきりしません。少し動きがせわしないと言いますかね。 あの落ち着かない感じがします。で、先ほど冒頭でお見せしましたの4倍のスローで見ていただきます。まあ、日,本に言えば日本語風に言えば4分の1スローということになるわけですけどもね、4倍スローで見ていただいています。このまばたきすると同時に目がですね、 全体に動いてるとでこれが1961年の、まあ、動画であるならば当時はまた CG 技術っていうのはここまでなかったっていいますかコンピューターそのものがない時代,時代でしたからねそれで冒頭にお見せしました動画をもう一度繰り返していますけども翻訳は冒頭のところで紹介しました要するにまああの 人間側の方がですね、あの約束を破って、隠しカメラで、まあ、このような写真を撮ったと、それで、まあ、あのいわゆる、まあ、ここではですね、えー、条約が改定されたということは、すなわち、まあ、会合はそれ以後なされたのか、なされてい、何いか分かりませんけれども、そうした会合そのものが、ですねもうなされなくなったというふうにも解釈できるわけです。 まあ、そしてこの隠し撮られたこの写真がですね今こうして、まあこれ、葬るかどうかということは別にして、ですねリークされているということらしいですね。まあ、少しあの私も <laughs> あの画面見ながら話してますので、日本は少しおかしいかもしれませんけれども、お許しください。果たしてこれは <laughs> グレーなのか、グレーでないのかってことなんですね。まあ、これ こういう形で歩いているところを見ますと、やはりこれはあの人間が中に入っているとは思われませんが、いかがでしょうか。で、ここに書いてありますね、まあ、その事件ということは、結局はあ人間側はですね、撮影を、まあ、隠し撮りしたと、それで条約、まあ、が改定されたと、そういうことなんですね、ど,どのように改定されたということは書いてありませんけどもねで、今度は3倍スローで今のシーンを見ていただきます。 いわゆる、まあ、着ぐるみなのか、ぬいぐるみなのかということになってくるのではないでしょうか、まあ。着ぐるみであるならば、大変体の細い子供が入っているということになりますかね。で横顔と前顔と比べてみますと、まあ、横縮めはして,あるしてあるというふうにはちょっと考えにくいですね。横縮めした場合には、 まあ横顔とね、あの前の顔と細くなったり太くなったりするはずですからね。で、これがまあスチール写真を起こしてみたんですけども、こうした姿であるということですね。まあ、すなわち、この写真も含めて全てインチキであるのか、全て本物であるかという、まあ、まあ、ある意味で追い詰められた択一の 問題になるのではないでしょうかで、皆さんのアンケートを調査というが投票を用意しておきましたので、ご意見をお聞かせください。一度ポーズしてね、あのー、そしてアンケートを、あのー、アイマークをクリックしてくださるといいかと思います。Uh, bye for now.In the midnight, Over summertime in 1974 or 1975, around 1 o'clock, my wife and I went out for a walking just to enjoy fresh air. We were talking about a night perk and were looking up into the dark sky when both of us noticed a dim orange and red light in the sky. It was so dim that we thought it was a night perk flying over us. Upon a second look, we noticed some more identical lights. The lights were circular in shape and aligned like the v-shaped boomerang. I could not see a solid object between the light at first, but when it came right above us, we could see a dark silhouette which is darker than a slightly dark blue night sky. It came just above us, gliding slowly from the west. When it was just over us, then it suddenly speeded up east and faded away. It did not go out of our sight, but faded away into the night sky. We watched the light for only about 10 or 15 seconds, which was enough to give us a shock, especially me. We ran back to my flat and kept ringing up the airbase nearby. All night until I could, at last, contact a serviceman at 8:30 in the morning. We thought it was a kind of a new airplane from Russia or China, but we never thought it was an UFO. Uh では画面を見ながら説明します。 1974年か75年のある夏の暑い夜のことです。私とワイフは散歩に出かけました。でちょうどここに神社が見えますけども、この神社の裏手あたりでその UFO を目撃しました。このあたりですね。で、UFO は正確に真西から真東、この絵で言えば左から右の方へ飛んでいきました。 で、それについての記事をですね、2000年頃、中日新聞にコラムとして発表させていただきました。で、それをですね、ウェブサイトで紹介しましたら、大分県の日田市に住む H さんという方からですね、連絡が入りました。私も同じものを見たということなんですね。それでその数日後、私とワイフは日田市へ行ってきました。H さんはですね、日田市でカモンという家烹を経営なさっておられます。 これがその家紋です。で、H さんはですね、紅葉した絵とか模型を作って、私たちを待っていてくださいました。私たちが見た UFO と全く同じものだったんですね。そして2014年に入って、今度はですね、カルフォルニア州のですね、フレズノというところで、同じ UFO が目撃されました。ここがフレズノです。フレズノ高校の近くということですから、フレズノ高校を探してみました。 2014年の2月28日のことです、まあ。詳しい記事はここに紹介されていますし、その内容はこの続くビデオの中で翻訳して皆さんにご覧いただけます。全く同じものがカルフォルニア州でも目撃されていたということになります。b y for now、えー。実はですね、えー V 字型、つまり、えー、ブーメラン型の UFO というのは珍しくないようですね、世界中で目撃され、また写真にも撮られています。で、2012年にですね、えー、日田市の家門の英知さんは、その時は一人で、えーまあ、この V 字型 UFO をあ目撃なさったんですけどもね、2013年、その翌年にはですね、今度は家族全員で同じ UFO を目撃なさったそうです。

On February 24, 2014, a multiple witness in Fresco, California, USA, reported a black boomerang shaped UFO with red light twice flew over their neighborhood. The reporting witness was outside in his backyard and he said the way the light appeared was a different configuration than I have ever seen on an airplane. So it was in my case when my wife and I witnessed a UFO flying over us at midnight over forty years ago. But very often, flowing of time solves the mysteries we had. After forty years now, a family in California witnessed a UFO which bears a very close resemblance with a UFO we saw over forty years ago, and another one on the moon. 時の流れが過去の謎を解いてくれることがあります。40年以上も前に私たち夫婦が見たものと同じ UFO が2014年にカルフォルニアで目撃されています。さらに最近同じものと考えて良い UFO が月面上で発見されています。断定はできませんが否定することはもっと難しいと思われます。今日のビデオはそれについてのものです。 今皆さんにご覧いただいているのが、えー、月面上の UFO らしきものですね、えー。光が並んでいます。直角に並んでいます。中心に1個置いて左右に3個ずつ並んでいるのがわかります。で、これが何かということなんですけども、これと同じものがですね、と考えてよいものがカリフォルニアで目撃されたということです。これは目撃者が描いたスケッチです。 中心にに個いいて左右に3個ずつ並んでいますこれは偶然の一んでしょうか。まあ、この右の絵は2014年で、まあ、左のこの写真もやはり去年あたり発見されたものです。でカルフォレの UFO についての、まあ、記事を翻訳してみましたので、えー、今日はじっくりとお読みください。 なお、この目撃例にはですね、写真も動画もありません。しかし、この目撃した方がですね、このまあ報告書を通して、私たちに何かを懸命に訴えていらっしゃるわけですね。その懸命さを感じていただければ大変嬉しいです。 you. Mm -hmm. で、この写真がですね、2004年に NASA のスピリットがですね、火星探査機なんですけども、それが火星から送ってきた写真です。その写真の中に、こんな奇妙なものが映り込んでいたというわけです。で、これを拡大してみますと、形、まあ、輪郭がですね、私がまあ見た UFO と大変よく似てると。まあ,あ、の右の方がね、角度がわかりませんから、で、これはあの、 カルフォルニアで現れた、やはり V 字型の UFO です。そしてこれはですね、オーストラリアのウルル、エアーズロックで、えー、射程された、やはり UFO ですね、まあ鳥のよう。鳥のようにも見えますがね、まあ、あのもう一枚別の角度から撮ったのがありまして、まあ、このようなブーメラン型のものが映っていたと。で、これはあの日田市、大分県日田市のカモンさんがですね、書いてくださったスケッチです。で カモンさんの裏の、ねまあ、空き地があるんですけど、そこでご主人がこの UFO を目撃なさいました。2年前ですね。そして去年ですね、またあのカモンさんから電話がありましてですねあの、また同じものを見ました。家族と一緒に見ました。って言ってね、もう本当に嬉しそうに興奮して電話をかけてきてくださいました。えー、大変ラッキーな方だと思います。 ということで、まあ、今日の結論ということになりますけれども、まあ、月には確かに何かがあるということですね。左の上もですね、これはあの、まあ、Google のマーキングの、まあ、エラーでないかという説もないわけでないんですよね。で左の下も、まあ、あのフェイクじゃないかという説もないわけじゃないんですねで。これは岩石じゃないかという説もないわけじゃないんですよね。 まあういろいろ考えられますけども、素直な目で見ればそうではないんだけどなというふうに私は思います。まあ、ベースに一番右のね私たち、私とワイフが見た UFO があることは言うまでもありません。まあ、続くビデオはですね、月面上には何かがあるというビデオでかなり以前に作ったものです。どうかお楽しみください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is 広 Japan, Strange Objects on the Moon. 月面上の謎の物体 UFO 問題の最大の壁はあまりにも偽物やいたずらが多いというところにありますまあそうした写真や動画を見るたびにですね、頭の中で綱引きが始まりますイエスか イエスでないのか、ノーかノーでないのか。で、今日は月面上の謎の物体を四つ集めてみました。どれも以前に私が検証したものばかりです。で、こうした、まあ、動画、写真を見てですね。皆さんはどのように判断なさるでしょうか。という意味で、どうかお楽しみください。 Thank you very much, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase, Japan. This is a story about a very strange object on the moon. Uh, the other day, I found this uh, very strange uh, object, the color of which is really uh, shining white. And this is a story about it. I swear hereby that this is true and not a fake. And you can see the pyramid or something like a pyramid like object uh, on the moon by itself. It's up to you in what way you think about this white object. It is here on the moon. Now, watch very carefully. Here. And here we come. The latitude and longitude will be shown here, and uh, you can uh, see them by yourself. Anyway, I found this uh, very strange white object a few days ago here, and I I re-examined this place again, and I found this white object again here. You can find this, or this is a sort of a, a square hole. Uh, could be because the light comes up uh, from the right down up to left top. so i, I ain't sure because uh, it is a sort of a pyramid or, or a hole into the ground but i think it is a kind of a pyramid because uh, just i think so original this is the original uh, photograph from the google earth so you can f you know what it is and i changed a little bit uh, sort of a uh, color and the light uh, and uh, to know what it is clearly. but this is not a flat land. Uh, flat land you see on the earth. it's got a apparent shape. Uh, sorry, shadow. shape and shadow, yes. this is the original photograph from the google earth the light comes up uh, as i told you uh, like this way up to left top so what is this it's not uh, too small f uh, but not too large but uh, not uh, this is a uh, uh, third pyramid in giza and uh, yes uh, and compare with uh, compare a pyramid with a uh, white object on the moon just about uh half size of the pyramid number 2 and i put lines uh, on the earth uh, onto the lines of the, of the earth onto the moon and this is Giza and uh, uh, Nazca, and on the way, uh, the White Pyramid, or I think Pyramid is here. The uh, error is about 32.3 kilometers, so how do you think about this uh, error? Or it's uh, not so meaningful to uh, adapt solar lines on the Earth onto the Moon. And I, must, uh, I ask myself again what this is and what do you think uh, what do you think thi this is and in the following videos uh, i show you some very strange lines and uh, some people will say this is a, a sort of a, uh, a waste thread or a waste linked are uh, 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 in the camera lens but i don't think so because uh, uh, it's it. it uh <laughs> What do you think about these lines? Very strange lines you will see in the following video. Thank you very much. Hello, this is uh, Hiroshi Hayashi, hamama City, Japan. This video is a sort of uh, additional video to video number 585. And uh, if you watch number 585, you can understand the mystery of the moon the more uh, in Japanese. 簡単にあの月の謎の謎物体についてて復習してみますこの辺りに、まあ、奇妙なものがあるんですけどもこれはあのいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして私が発見したものではありませんがしかしあのどういうふうにこの物体をですねあの見るかはかなり見方が違うと思いますよ、まあ、違っています。 でこれ1つの,あの UFO と見るかあるいは2つの UFO と見るかなんですよね。で私やっぱりこれもう一回あの精査してみましたけど影があの今は情報ですかねから来てますからあのクレーターのね影の様子から分かるわけですけども2つの機体 という,ふうにで影の部分をですねいわゆるぼんやりしている部分ですねそれをあの色々消しながらそして立体というか形を浮かび上がらせてみましたでこれがその図なんですけどもこうしてあの影をですね消してこまめに消していきますと一つの物体が浮かんでくるわけで白い部分はまあ何らかの形で光っているわけですねライトかもしれません出ないかもしれませんともかくもこういうふうにこういう物体が浮かび上がってきました まあこれをまあ何と見るかですけども、まあ、それは皆さんのご判断ですけども、こういった、ま,あ、まさに UFO らしきものが2機こう中期しているという感じですね。だから今、Google Earth ではあの地表面を立、ね、体的に見ることができるんですね。まあ、ちょっと回り道しますけども、えーこの、この部分からずっとクレーターの方に向かって歩いてみます。 ところが V 字型、幅が約1キロなんですね。1 1キロから1キロの範囲で、でまあ、結構高い谷ですね。ですから深さは5 0 0ルぐらいあるんじゃないでしょうか。あのそういったところです。で、こずっと、まあ、歩いていって、そしてクレーターのところまで来るわけですね。でクレーターの中も覗くことができるんですね。あの 私はあの地球外へこう視点を置くということを躊躇しておりましたというのはね、際限なくこう謎が広がってしまいますから、まさに宇宙外てなりますからね。ですから、地球だけにとどめるということを自分に決めてたんですけども、好きに視点を置いてみると楽しいですね。ま,たますますこう地球が小さく見えるというか。 あの小さく見るという意味は別にあの悪い意味でじゃなくてですねあのもっと視野が広くなるという意味です。そしてこの,この,この辺りには奇妙なものがいっぱいあるんですね。まあ、あのこれ地上で見たらねあ人間が描いたのか描いてないのかという判断をまずしなくちゃいけませんけども月の場合は、まあ、人間が描いたということはまずありえませんので何て言いますか。あのはい、ということであのこ,ここにもあるんですね。 この周りに円が見えますかかすかに円が見えるんですけどね。5 8 9メートルかすかに円に囲まれています。これは不思議ですね。へからここには7のような数字も見えます。で、この幅も5 1メートルなんでしょうね、これは。しかしですね、これはあの、これも小さいマークだったかな。これもそうですね。何かしらこう。 人工的ででであるようでないよううないこれはまあ皆さんは自然にできたもんだっていうふうにお考えになると思いますよ132.6メートルしかし次のを見るとですねもうこれは完全に自然なものではないってことが分かります同じような書き方で書いてあるんですけども見えてきましたか薄く見えるでしょうえー、っと目を凝らしてみてこれなんですねこれはもう自然のあのる造形部っていうか の範囲を超えてますねでまあこれをですから先ほどのこの記号もあー人間が書い人間というか自然が脳臓を受けはないというふうに解釈できるわけです。そして左の上の方にあの先ほど見せました UFO が見えますね。その横にはこう2本の直線が走っているんです。でこの1本の直線がずっと伸びていくんですね。これまた不思議なところでしてね。不思議というか謎でしてね。 まあのまあ、これ以上は検証ができないものですからでこれはあの画像と画像の縫合線かなと思ったんですけども途中でぐにゃぐにゃ曲がってますからね方向線でもないますででしょうですから縫合線でもないんですよね、ねどんどん,どんどん追っかけていきますとそれが途中でポツンと消えるんですね、まあ、こうした線があそうだ左の方にこにナスカの裏滑走路のようなぼんやりとした線ですけども見えますね。 マスかナスカの線がこういうところ,なんてこんなところに出てくるのね、ナスカのカスオでここでポツンと消えるんです。つまり、月には、まあ、謎が多いということですね。謎だらけです。ということで、まあ、地球外は出ることをためらっていましたけども、実に楽しい世界だと思います。ということで、今日は皆さんにその月を紹介しました。Uh, thank you very much for watching. Bye! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masei Japan.Mystery of an UFO on the moon or UFOs.Why can we see UFOs now?In、uh, Japanese, 月面上の UFO の謎。なぜ私たちは今 UFO を見ることができるのかという、uh, まあ謎ですね。それについて話したいと思います。まあ、け度ど、井はここに示しておきましたので、 皆さんも簡単にこの UFO を見ることができると思います。もちろんこの UFO は私が発見したものではありません。もうすでにもうあちこちで取り上げられて、まあ、ほぼ UFO と断定していい、良い UFO だと思います。ここにそれがあるわけですね。えー、これがですね、まあ、自然の、まあ、造形物であるとかということであれば、まあ、<laughs> そちらの方がむしろ無理だと思いますね。 えー、黒い物体、チタン,チタンカラーというんですね、に,そにラ,イティングもライトもついています。で、これがあの、まあ、UFO だというふうに騒がれているものでありますけども、長さが146メートル、えー、幅が33メートルですけども、これ一に、一機と見るか二機と見るかですね、真上から見てますからね、えーまあ、見方によっては一機にも見えますが、影があの真ん中に走ってますからね。 あの周りのクレーターの光の方向と合わせて太陽,の太陽光線の方向を見てくださいね。で影もあの下に映っているんですよね。でこれが2機,に2機なのか1機なのかということなんですけども、ぐるっと、まあ、見ていただくと分かりますように、太陽は今左側から来ていますね。で今、太陽は左、えー、ごめんなさい、今ちょっとクレーターの方を見落としました。ということで、これが、まあ、UFO なんですね私が言ってるわけじゃなよね。まあ まあ、ほぼ UFO と断定していいという物体であるわけです。で、これは UFO なんですけど、まあ、UFO なんですけど、とても断定できないんですけどね、そ,のそれはあの UFO でないということを断定する方が難しいというバランスの問題ですからね、あのこれは UFO だと断定する、あるいはこれは UFO でないと断定する、まあ、そちらはどちらのバランスの問題かということなんです。まあ、こうしてあの 真上か,から見た図なんで、ちょっとあの斜めっぽく見てますけど、私はあのあのこの写真の分析した方によってはですね1気だという人もいますし、私はこれ2気だと思います。ぐるっとあの回ってみると分かりますね。でまあそれはそれでよろしいわけですけど、この周りがまた実に奇妙な地形なんですね。左の方に今,今,今お見せしました UFO が中機しておりますね。でこ、のこの辺りは実に奇妙なものがいっぱいあるんですね。特に,ここ,に今日ここでは穴を探してみました。 ホールで、すねででその中の一つに今焦点が出て,て近づいています。いっぱいこ,のこういった穴があるんですね。いまあ、どんどん拡大してみます。ここにあるんですね。こうした、あの、まあ、ま中が黒,黒くなっている穴があるわけです。このうこういった穴がですね、ポツ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 とあるわけです。この幅が約9メートルあるわけですね。それで、まあ、穴もあると。まあ、それだけじゃなくて、 えー、この線を見ていただきたいんですけども、これがもう自然の、まあ、造形物であるかどうかということになりますと、これもやっぱりその先ほどもましたバランスの問題ですね。自然の造形物ではないという説と、自然の造形物であるという説と、どちらが、その何て言いますか、私たちの常識に、常識というかあの科学的な常識ですよ、近いかということなんです。この線を追っかけていますね。明らかに V 字型にきれいに掘られております。地殻変動でできたというふうには、ちょっと見 まあ見えませんねもしあるならば地球上とかでも見られるわけですし月の表面上あちこちにあるわけですよねそしてこれが人のクレーターに従ってクレーターの右側をよくかすめるように横切ってそしてまたどんどん続いていくんですねあの光の加減から見てこれは明らかにあの V 字型のクレーターです山ではありませんということでこれは何かということなんですけどもこうしたこの風吹きの不思議なもんですけどもそれをアメリカの皆さんもそう思ったんでしょうね あ67、8キロありますけども、ここにアポロ15号があの着陸してるんですね。やはり調べる必要があるというふうに考えたんじゃないでしょうか。が、しかし、本当の謎はこのことではありません、皆さん。今やですね、こうしたその UFO の存在というものをですね、私たちは Google Earth で簡単に見ることができるんですよね。少し前まではこういうことができなかったんです。ということは NASA がね、次々と、まあ、画面が画像を処理して、消してですね、まあ私たちに見せないようにしてたんですけども、最近はそれがそうではない。 ようになってきたというふうに私は思うんですね。すなわち彼らの基本的な方針が変わったのではないかというふうに思っています。まあ、つまりなぜ私たちが今こうしたものをこうしてね画像で画像として見ることができるかということ自体が謎だということなんです。つまり、えー、もう情報開示がすでにここまでまあ、進んでいると言いますか、情報開示しようという方針に。 あの変更があったと私は思っております。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! In 1965,、um, in mid I was loaned to the Lunar Orbiter Project at NASA on Langley Field. Uh, Dr. Colley was in charge of that project. They had problems with a piece of uh, electronic equipment that was bottlenecking their production of photographs. I went to the facility, and when I walked into the facility, there were scientists from all over the world. I was stunned actually to see people at a NASA project. Uh, from all over the world that didn't make any sense to me initially um, i was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning i couldn't repair it in the dark i asked to have it removed a um, airman second class was in the dark room at that time i was also an airman second class um, i was interested how the whole process functioned how the data got from the lunar orbiter to the laboratory asked the young man if he Described the process to me. He did. About 30 minutes into the process, he said to me, um, in a very distressed way, um, "By the way, we've discovered a base on the backside of the moon." And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, uh, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. And at, at that point, I was very concerned because I knew we were working in compartmentalized security. He had breached security, and I was actually frightened at that moment. And I did not question him any further. And a few moments later, someone did come into the room. Um, I worked there for three more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. 今皆さんに、えー、ある何、まあ、て言いますか科学者の暴露といいますか証言をお聞きいただきました、えー、1965年にですねでにこの科学者は同じものをですねあの見ていたわけですねで今見ていただいたビデオは、えー、第2回の中国の、えー、月周回衛星が撮った写真というかビデオのビデオでした でそれからもう49年、まあ、50年経ってるわけですねで50年経って、まあ、初めて、まあ、その当時の科学者が実は私は同じものを見たという形であ,のある研究会で発表したも発表したわけでありますで50年経ってって言いますか50年前にはですね逆に言いますと反対に言いますとすでに月に基地があるということは分かっていたわけでありますがしかし、まあ、私たち、まあ、いっ 一般人はですね全くそういうことを知らされることもなく現在に至っているわけでありますそこでまあ今回ですね、えー、このビデオを作ったんですけどもまあ、私はこのとここのまあ月のこれはこの写真の一部分は家具屋がね日本の家具屋が撮ってきた写真を貼り付けたものだそうですけどもそこにですねチューブストーンさんという方があの林さんがねあの以前 見たこと、見たという UFO そっくりの形のものがあるということで、この形を、ここの場所を教えてくださいましたで。そこにはですね、確かに90度直角に曲がった点がこのように映っていたわけであります。で、まあ、これはあの何かということなんですけども、あの、はい、ちょうど、ちょうど中,中央に点があって、そして左右に3つずつこう点がついてるんですね。で、まあ、いろんな形で見ていましたが、 確かにクヌージ型、あるいはブーメラン型の UFO のようにも見えるわけです。で、これは何かということなんですけども、まあ、まあ、単純に考えてですね、自然の造形物がこのような直角を作るということは、まあ,まずあ、まず、あ、ありえないということは、まあ、全くありえないわけじゃないでしょうけどもね、偶然にそういうものができることは処置はあるわけですけども、しかしこれは何かということなんですね。しかもその点がですね、左右に3つずつつついている。 これは明らかに私はこの自然の造形物と考える方が無理があると。要するに、この検証できないものについてはバランスの問題なんですよね。いわゆるそれがそうであるかというそのバランスと、それがそうでないと,いうと言えるのか、そうでないというものなのか、そのバランスの問題なんですね。でこれがまあ自然の造形物なのか、それともまあ明らかにこの人工的な造形物なのかということについては、それはバランスの中で考えるわけですね。 で、私はこれはあの自然にできたものではない。すなわち、あのまあ、それは100%は言いませんよ。確かにし,たし、そのバランスがですね、80%、90%という確率で、まあ、自分の心の中でですね、これはもう自然の造形物だという判断を下しました。そして、これが自然の造形物でない、では何かということになってきますと、私が以前見た UFO ですね、ワイフと二人で見た UFO の形に似ているということで、私は、まあ、これがその、 これもバランスの問題なんですよね。確証はできませんから。そう、同じであると。あるいは同じでないという。そのバランスの中で、まあ、例えばそれが80%、90%の方にですね、同じであるというふうにこのバランスが動いたときに、私はこれはあの,あの時に、あの夜に見た UFO である。あるいはそれに違いない。あるいは、そう,そうであると、まあ。断定はできませんがね、この世界では。で、そこでまあこれが岩であると。 というふうに言って教えてくださった方がいらっしゃいましたので、でもう一つその辺りを検証してみました。でいっぱいそういう点が確かに見つかるんですね。例えばこのクレーターのような中央、中心をよく見てください。この真ん中の部分です。ここにもこの点々点々がついてるんですよね。で、これが岩であると。先ほど見たその直角にまあ並んでいる岩もですあ、点々もですね、岩であると。 で、なぜこんなものが映ってるかってことなんですよね。で、岩なのかなと思ってみたり、そうでないのかな。確かに、あの、ちょうどそのあ陰影部分の影の部分にこう出来やすいというか、映ってるんですよね。で、これが岩であると。岩にしては、その、なんて言いますか、たくさんあるし、それに、なんて言いますか、あの、大きさが均一なんですね、これ。 ですから私またそこでバランスを働かせるわけですね。これを岩なのか、岩でないのかということになってくると、どうも岩ではないんじゃないかという結論を出すわけであります。で岩で、まあもちろん即それがね、UFO であるとか、いわゆるオーバルのね、休憩型の UFO であるという結論はそれは出せませんが、しかしこれはみんな月の裏側にあるんですよね。そしてこういうものが映り込んでいるわけなんです。で皆さんはどう判断されるかですね。やっぱりこれ岩だと思わ,われるなら岩でしょうし、 言わでないってうならそれ言わでないですし要、要するに多数決の問題が今度はなってくるわけですよね。これ言わでないって方が多ければ、やっぱり言わでないかもしれません。しかし、言わだ、言わと思う人が多ければ、これ言わかもしれませんが、ともかくも、しかし、この辺りの様子から見ても、より光っているような感じはしますよね。太陽の光線を反射しているだけでは、こういうところに光は出ない。でどどもし出ているなら、他の部分もそのような光が出るわけですしね。 岩ならばこんな風に集まるだろうかという問題も出てくるんですよね。そうすると先ほど私が紹介しました、くの字型のね、チューブストーンさんが教えてくださった、そのくの字型の,あの、なんていうか点々点としたものがですね、果たして岩なのか岩でないのか、何度もこう自分で反復するんですね。多分皆さんもそうだと思いますよ。岩なのか、岩でないのかってね。これは難しい問題ですね。まあ、本当にこうそば行ってみないとわからないと思うんですけども。 まあね何でしょう月ですからね、人,人工的なものであれば、不足エイディアンという形に結びついていくわけであります。人間がまだここの,この地を踏み荒らしてはいないわけですからね。ちょっと明るさを変えてみてみるんですけどもね、もう一箇所、たくさんあるんですよ。とにかく無数にありすぎましてね、途中でもうやめたっていうぐらい多いんですよ。あまりにも多すぎてね。 そしてこれがちょんちょんとこうなってますから、ややくぼみのところにこう入り込んでるってところも気になるんですね。これ、わかりますかまあ、少し、こうなんかくぼみがほら、並んでるのわかりますかくぼみが中にちょん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 と、ないところもあるというわけですね。あたかもそのエイリアの基地のような感じになってるわけです。ここなんかもそうですね。ちょん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 ぼくぼ地が並んでて、その中にちょんちょんと白いものがあるところとないところがあるっていう感じで、 ありますね。でこれが雨粒のように見えるとまあ皆さんは何だと思いますかあれは何でないと思いますかまあ何でないってのはおかしいなんですけどもねあの要するにこれが何かってことなんですこれなんかはっきりしてますねあのちょっと明暗明度を上げてみますと白い点がはっきりと映ってきますほいで細長いですねあのものによってはてか 部分によってはやや細細長長いいいい丸オーーバののもあるということですねこういうものがね、月の裏側にはもうある地点に集まってるんですけどね、全体にあるなら分かるんですけども、ある地点にこういうものが集まってこういうふうにこう写真に写ってるわけであります。まあ、月の裏側ですから、まあ、先ほど見せましたビデオでも分かるようにも何があってもおかしくないわけでして、鋭利の基地があるというのはもう今じゃ容姿ですね。うん あのもういろんなあのリーク写真といいますかあの漏れ、NASA から漏れ出た写真がですね、科学者が持って出て、そしてその暴露しているという写真がいっぱいありますからあの、まあ、フェイクもあるしね、もちろんいたずらホ、ホークスも、マーク、ホークス、マーク、あるかもしれませんけども、しかし、それはね、あのこういった写真をね、毎日に何十枚も見ていればね、大体見分けがつくんですよ、あのこれにしたか、本物かっていうのはね。勘じゃなくて、あのなんていうかな。 あの偽物は分かりますね逆に言うと偽物を作るのにこれだけのものを偽物で作ろうと思ったら大変な努力がいるだろうななんて逆にね思って偽物じゃないんだろうなと思いますねまあこの距離結構あるんですけどねえー、455m でしたかねでここが 95.7m ですね むしろこの不思議なのもクレーターなんですよこの辺りにあるクレーターもですね実にこう奇妙なお盆のような形をして浮かび上がってるんですねこれクレーターを上にポコンと浮かび上がってると腕周りが溝が切ってあるんですねこれあの決してあの火山の噴火口のようには隕石の跡になってるわけじゃなくて丸い形を残して周りに溝ができてるってことなんです あの普通のクレーターじゃないですね、クレーターならクレーターらしく下がへこんでるわけですから、真ん中、中央部がへこんでるわけですから、これもまあ両この、なんて言いますか、ぐるーっとこう削ったというか、あのそんな感じで、大地になってるんですね、これ、大地というか、で特にこのクレーターっていうか、この大地はおかしなもんですね、この線が、明らかにこう、なんて言いますか、っていうか、また人工的というと言い過ぎかもしれませんけれども、どうしてこんなものは自然できるんだろうかということ、不思議ですね。 まあ皆さんじっくり見て判断してください。そして650号で私がですね、見た、見たものは見たというテーマで、あの1本ビデオを作りました。でそれに対して、えー、あなたの見たのは、それはその UFO という言えるもんじゃなくて、岩が太陽光線に当たって光ってるだけだよって教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、こうしてもう一度自分で検証してみました。皆さんはどのように判断なさるでしょうか ハン皆のんの判断の問題になってきますからね私は何とも今の段階で言えません私はこれは普通のものでィナナイト、ソノテトニシしモシャインゴタティマセン。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!